では、パート2としまして、キャリアコンサルタントの魅力と活躍の舞台についてご案内していきます。キャリアコンサルタントの活躍の舞台です。はい、この一つの図にまとめてありますけれども、一言で言いますと、活躍の幅がとても広いです。様々な分野、様々なジャンルで、キャリアコンサルタントという仕事、役割が期待されているということになります。 多様な分野で、その資格、スキル活用に期待がされています、はい。パート1でもお話ししましたが、AI による、AI の進展によって、雇用が創出されたりとか、また新たな仕事も生まれてくるということで、こうした AI や社会の変化に対する、働き方、雇用環境の変化、これに対応していく、こうした就業支援というのもとても大きな役割です。 それから、ジョブ型雇用のお話もしましたね。ここに移行するのにあたって、働き方が変わっていきます。雇用の流動化への対応していくことが必要になると。ということで、ちょっと具体的に見ていきたいと思います。いくつか書いてありますけれども、例えばまず分かりやすいところでいきますと、企業内ですね。例えば会社にお勤めになっていて、キャリアコンサルタントの資格を取る。人事部の方は、もちろんこの資格持っていた方がいいです。 ただ、人事部じゃなくてもなんです。キャリアコンサルタントの講座の中では、例えば、傾聴というスキル、人の話をしっかり聞くというスキルを身につけていく、ヒューマンスキル、コミュニケーションスキルをアップしていく、このようなトレーニングをしていきます。ですので、どのような部署の方でも。 企業の中でお勤めの中で、えー、キャリアコンサルタントとしての身につけたスキルや知識が役に立つ場面というのがたくさんあります、はいまあ、メンタルヘルス的なところも今とても重要視されています自分自身の精神的な安定メンタルヘルスを保っていくで自分だけではなくて一緒に働く仲間や例えば部下のメンタルヘルスをちゃんと、えー、ケアしていくこういうことも期待をされています この辺りも養成講座の中でしっかり学んでいきますので企業内で十分活かしていくことができます、はい。それから人材会社ではまさにこのキャリアコンサルタントの資格を活かしてマッチングをしていく、ね、求職者の方のマッチングをしていく転職や就職希望の方のサポートをする場面では大変役に立ちます。ね、と言いますよりも,もう必須の資格と言ってもいいんじゃないでしょうかね。はい、そして、 こちら、教育機関ですね。教育機関といいますと、ちょっと字がちっちゃいので拡大していきますとね、大学、短大、専門学校とかでもキャリアセンターを置かれていますね。大学のキャリアセンターがイメージしやすいでしょうかね。でそれ以外にもですね、最近はあの小中高校といった若い世代に対してのキャリア教育が非常に盛んになってきています。キャリアコンサルタントとしては、こうした 年齢が低い段階から社会に関心を持つ仕事に関心を持ってもらうこうした啓発活動という役割も担っていく必要があるだんだんそういう場面が増えていってますねはいそして公的支援機関ということで書いていますがレックの 行っている事業の中で公共事業がありますよというお話をパート1でいたしました。観光庁からの委託を受けた事業を実施していくという場面なんですが、公的支援機関として、例えば、まあ、ハローワークだったり、ジョブカフェ、若者サポートステーションといったところがあります。ここで実際にキャリアコンサルティングを行うという仕事についている方も大勢いらっしゃいます。はい、そして、 医療・福祉関係というところで最近増えていらっしゃいますのが社会福祉士を持っているあるいは目指そうとしている方目指している方が合わせてキャリアコンサルタントの資格を取るという方も非常に多いですね。え福祉的な側面から相談者の方をサポートするという意味でも役に立つ資格です。はい、そして まあ NPO 法人とか自治体とかの今社会貢献も非常に盛んになってきてます特に若い世代の方を中心に社会貢献ね注目高まってますよねパラレルキャリアや副業といったことも今できる会社さんも増えてきてるんじゃないでしょうかねこうした場面でもキャリアコンサルタントの資格を持っていることで副業の一歩を踏み出すことができるかもしれません はい。今拡大されているところの、この中央を見ていただきたいんですけれども、ここです。あなたの舞台で活かす、あなた自身の経験、これがすべてキャリアコンサルタントの資格との掛け合わせで役に立つということを強くお伝えしたいと思います。例えば、皆さんの強みって何でしょうかご自身の強み。 もちろん、ダブルライセンスとかトリプルライセンスという資格をすでに持ってらっしゃる方とか、専門分野持ってらっしゃる方というのは、それそのものが強みということになるかと思います。ただ、そうした特定の専門分野はないよという方であっても、これまで介護や子育ての経験など、終わりの方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。こうしたご自身の経験と、キャリアコンサルタントという資格が、 合わさることによって、皆さんの可能性というのは大きく広がっていきます。今活躍の舞台として、この6つを挙げていますけれども、ここから派生してどのように広げていくかというのは、まさにこれからの皆さん自身がどうしていかれたいかということになっていきます。はい。ということで、活躍の幅が広い、多様な分野、皆様の経験を生かして、 活躍していくことができるということをお伝えいたしました。